スポティファイ広告で渋谷とナンバが一大イベントに、音楽の力が人々を一つに結びつける驚くべき力を持っていることを知っています。今回の話題は、アットマークスポティファイジップとのコラボレーションによる、渋谷とナンバで展開されている屋外広告です。このエキサイティングなイベントは、まさに音楽愛好家やアーティストファンにとっての夢のようなものです。 さて、この驚くべき広告キャンペーンの背後には一体どのようなストーリーがあるのでしょうかそこには、まず、コートというアルバムのリリースがあります。このアルバムは、トベ所属アーティストたちによるもので、彼らの才能と情熱が詰まった作品です。そして、そのリリースを記念して、彼らの音楽が世界中に広まるようにと、渋谷とナンバーでの広告キャンペーンが立ち上がったのです。このキャンペーンは、多くの人々の心を魅了しています。 例えば、南場に行った方が、カニ道楽の向かい側でカニの動く看板を眺めながら、飛べアーティストの楽曲が流れていることを報告しています。これはまさに音楽と文化が一体化した光景であり、この広告がどれだけ人々の心に訴えかけているかを示しています。そして、渋谷でも同様の光景が広がっています。 ある人は、至るところにいて、ニヤニヤ止まりませんでしたと述べ、別の人は、ライブ前に渋谷に立ち寄れたら嬉しいなとコメントしています。これらの感想は、広告の訴求力と飛べアーティストの人気の高さを物語っています。しかし、一方で、この広告キャンペーンはまた、アーティストとファンのつながりをさらに深める機会でもあります。例えば、広告を見に行けない人でも、Spotify で楽曲を聴くことで参加感を味わっている人がいます。 これは音楽が人々を結びつけ、距離を超える力を持っていることの証明です。さて、これからも私たちは音楽を通じて人々を結びつけ、感動と喜びを共有し続けるでしょう。このような広告キャンペーンは、その一端に過ぎません。私たちの音楽の旅が、ますます多くの人々の心に響き続けることを願っています。皆さんにも、ぜひともお知らせしたいことがあります。それは、 この広告キャンペーンが3月17日まで展開されているということです。もし時間が許すなら、ぜひ渋谷や南波に足を運んで、トベアーティストの音楽を感じてみてください。また、この素晴らしい音楽体験をどのように感じたか、ぜひ私たちにお知らせください。それでは、次回の音楽の冒険に向けて、一緒に楽しんでいきましょう。このイベントが終わるまで、まだ少し時間はあります。皆さんも、渋谷や南波など、 近くに行く機会があれば、ぜひ目にしてみてください。トべの音楽が広がる様子を実感できるはずです。そして、このイベントが終わっても、トべの音楽は私たちの心に残り続けます。スポティファイで楽曲を聴いたり、ライブに参加したりすることで、その熱気をいつでも感じることができます。トべの音楽は、ただの音楽ではなく、私たちの生活に豊かさをもたらしてくれるものなのです。 最後に皆さんにもう一度感謝を伝えたいと思います。このイベントを通じて、飛べの音楽がさらに多くの人々に届くことを願っています。ありがとうございます。